シンジです。ヨウです。ダギです。そうです。やったー。ダギー、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 セントジョンです。そしてジョンちゃん、ジョンちゃん、乾杯しましょう。おめでとう。今回アシスタント不在ですが、かなり濃い男どもで頑張りましょう。いやー、もうアシスタント戻ってこれないよ、これ。では、今回初、ダーキーさん。ダーキーさん。ダーキー先輩。ダーキー先輩。もうね、これはね、実はね、両親と僕にとってはね、すごい縁深い大先輩なんですけども。大先輩。ダーキーさん、今日の紹介よろしくお願いします。今日はですね。はい。これです。じゃじゃん。地球儀ですね。地球儀。まあ、ある意味そうですね。はい、ある意味地球儀ですね。はい。まあ、ダウントゥアースっていうことで。あ、まあ、レインボーですね。レインボー。地に足ついたみたいな。そう。ボールにだって虹がなかったの。虹？虹がなかったんです。あ、これね、つまりブートレックのジャケットなんです。すいません。ブートレック。ラフミックスなんで。まあ、こっちが本物なんです。こっちが本物なんで。こっちが嘘物。まあでもリッチブラックバーね。リッチバックさんに連邦来ましたが。来ました。でロニーがクビになり、はい、でクビになった後に入った。はい、グラハムボレット。ね。実はね、メタルルームはね、グラハム好きなんですよ。そうなんです。グラム先輩。しかもね、レインボーを語ったことないですよ。まだないですよ。グラム好きなのレインボーを知らなかったの。さっきグラムフォレットって言ったのは正解だったのね。じゃあ、そうなんですよ。そうそうでね、語るには恐れ多かったんですよ。だって、おい、72年の弱者者なんで。いや、弱者者なんだからね。いや、僕もこれリアル、実を言うとリアルタイムじゃないんですよ。いやいやいや。でもね、リリースしたのは79年なんですよ。だけど、僕実際に聞いたのが、84年ぐらいなんですよ。うん、5年後ですね。5年後小学生の時じゃないですか。そうなんですよ。社長じゃないですか。違います。ただ80年後だともう上林だ。上林、上林です。上林です。で、さすが。レインボーを初めて聞いたのが、実を言うとラストのアルバムのストリート・オブ・ドリームズ。おー、レンダーズ。これ歪んでるやつですか。歪んでるやつです。これイギリス版ちょっと違うんですけど、ジャケットがおっと灰色なんですけど、こうやってるのが灰色なんですけど、普通の緑色じゃないですか。緑色、緑色で、イギリス版は灰色なんですよ。こうやってそれはダントゥアースの話だよ。それはいい。まあでもね、いろいろ一説がありますね。その時に聞いたんですけど、で、友達からテープを借りて、なるほど、で、聞いて、時代だね。時代ですね。しかも、レタリングしました。しかも、レタリングレタリングだ。しかもでしょ、レタリングしてもらったテープがレインとボーが離れてる。どっから聞いたかな。自分でしょ。それ僕が先輩でね。で、レタリング、で、ホワイトスネークとレディアン・ウィリングと。おー、レディアン・ウィリング。で、あれもいいやろ。で、これを借りたんです。はい。で、どっちかというとこちら好きで、でずっとこうやってね、受験勉強してる時にね、ずっとボコボコ聞いたんですよ、こうやって。まあ落ちるでしょうね。まあね、見事落ちましたけど。まあダウンしました。ダウンした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 ダウンいきなりサビに行ったらヘナチョコなんですよ。ちょっとそうきますか。そうそうそう。でヘナチョコであれと思って、シンセビーゴ。そう、違うか。で、シンセビーゴは確かメジャーコードじゃないですか。で、そうそう、さすが、さすが。で、やっぱりいろいろ聞いたところによると、いろいろ聞いたところによね、よるとね、よると、まあ警察にいる。そうそうそう。で、やっぱ一番最後の曲、ロスティンハリー。あ、ロスティンハリー。あれはドラムでダラ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 。工事ですよね。工事です。もうあれはもう最高で、もうあれしかもう残ってないです、僕の中では。ってことはやっぱりレインボー今回チョイスはリッチだ。工事。工事パール。どっちかというと工事パール。なるほどね。なるほどなるほど。どっちかというと本当工事パール。当たり前に多分。それは重いですね。で、実は工事パールはそれで好きになり。はい。前のアルバムを聴き、お前オクトパス？いやオクトパスじゃなくて、でレインボーのロングリブロックの聴いて、聴いて、でオンステージ聴いて、あでライジング聴いて、いいですね、正しいですね。でその後も聴きました。でレインホワイトスネークももちろん、おお、後もやっとホワイトスネーク入ったんで、はい、でもちろんその後にもエマーソン・レイク・パウエル、ピーね、聴いて、うん、で。まあ最後の最後でもインクベルを聴いて、まあその後もまあ
ね、交通事故で亡くなっちゃうんですけど。え、イングベッド何ですか。イングベッド叩きました。フェイスイングザアニマルで、あ、確か太鼓を叩いてて、フェイスイングザアニマル、そうです。で、来日するって話だったんです。もうその時まだ検査だったんですよ。うんうん、今も検査じゃないですか。コンサート業界の支えてる、まあ、今いきなりじゃないとかね。それやってそれ俺偉いこっちゃなんで、うん、で、その時に、告知で、実は工事パークが参加できるようになりました、交通事故で亡くなりましたっていうのを川口リリアでこうリリアリリア紙に書いてすごいなぁ。その時ただの領事パイですもんね。誰それ誰それ言ってしないんですけど、でもやっぱストーリーありますね。そうなんですよ。まあちょっとコーチそれちゃいましたけど、やっぱレインボーってイコールリッチじゃないですか。そうですね、はい、結構生で見られました。レインボーね、生で見たのが、はい、もう再結成した時はだけなんですよ。ノッキノンやバックドアとか、いや、ディーパープルではそれディーパープルなんですよ、はい、84年だからね、あれね、うん、ディーパープルは84年にアルバムを出して85年の再結成で武道館見に行きました、はい、5月16日レインボーはね、あれや85年の16日はギター壊した日なんで、ギタークラッシュデーなんで、その3日、5月13日これね、こう聞かれて皆さん、本当会場行けばね、ダーキーさんに会えますから、ね、いやいやいやこれ、日にちがあるぐらいの六本木プロレスは思い出すからいや、僕、日にちでごめんなさい、覚えてないんでごめんなさい。あれがレインボーカルトだよね、日にちすごいよね。僕がレインボー見たら、85年の10月20何日から忘れたんですよ。10月26日レインボーにいや、それはドゥギーファイトの時レインボーね、見に行けなかったんですよ、お金がなくて。あ、今でもお金ないですよ、お金がなくて。で、初めてで、初めてコンサート見えたデイビッドボーイで、うん、デイビッドボーイ83年でデイビッドとボーイは離れてます、当たり前です。デイビッドボーイで83年の10月20日よろしい、よろしい、よろしい。またね、新しいキャラがね、六本木、六本木六本木メタルボーイ、メタル界の林家ペイだよ。これ以上招集つかない、招集つかない、招集いつでもおりますよ、すいません。はい、まずはじゃあ発想上ね、ダーキーさんがまずはこうダウントゥアース初めて聞いた日、いや、そういうの聞いた日になっちゃう、聞いた日になっちゃう。一言で言うと顔的ですよ、どなたも。いや、じゃあ行け、立ってきつめる、しかもアナログでアナログで聞かなきゃダメだと思いました。これ知ってました、イギリス版の初回限定版はクリアビニールなんですよ。マジですか。何色ですか。虹色、クリアビニールです。虹色、すいません、冷静になって、ちょっとそれ締めたいんで、クリアビニールで、でラベルのところがレインボーになってます。ラベルがレインボー、ラベルはレインボーになってます。それすごいですね。知ってます。すいません、ダメです。ダメですよ。ラベルを知らなきゃダメですよ。ビニールがまたいいんですよ、ビニールが透明で、透明でいいんですよ。だから何ですか、閉めて閉めて、買わなきゃダメですよ。どなたもやっぱりみんな持ってますから、みんな、いや、レコードをレコードで聞かなきゃダメです、やっぱり。いや、これからとことん、こういうふうにこうしましょう。なんどうどうするどうするどうする。このアーメタルルームではどんどんやっぱこう自分のメタルアピールする場なんですよ。いやいやいや、だから今日新キャラ登場ですよ、ダーキーさん。え、だから小学校2年生の時みんなちょっと変わりましたね。です。じゃあ最後に締めましょう。締めて、これを締める、ローストインハリトおすすめです。イエーイ。ダウントゥアースレインボー、ロストインハリトおすすめのダーキーさんでした。イエーイ。熱い。これ熱いわ。締めろ、締めろ、ちゃんと熱いですよ。じゃあまた次回よろしくお願いします。すいません、メタルルームでした。お疲れ様でした。すいません。ナイス、ダーキーさん全然喋ってますね。次はまずは